こんにちは。パーソナルトレーニングスタジオ名古屋表参道代表のさきです。今回は40代からの垂れたお尻、がっしりした太ももに劇的に効く股関節エクササイズをやっていきます。毎日10分続けていただくだけでお尻の形が綺麗になり、太ももが細くなり、下半身がスッキリと引き締まります。ぜひ私と一緒に動いてみてくださいね。それでは始めましょう。それでは仰向けでまずは股関節をほぐしていきます。両手の膝を抱えてゆっくり回していきましょう。深呼吸しながら股関節を緩めます。股関節はとても大事な関節になりますので、今日のストレッチでしっかりとケアしていきたいと思います。余分な力は入れないようにして大きく回していきましょう。あと少しです。OK です。一度休んでください。では今度はちょっと難しくなりますが、このまま足を天井の方に上げていきます。両手は床に置いておきましょう。膝を、曲げた状態で膝を横に開いていきます。このまま伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げる、繰り返します。足は、やりやすいところでやっていただいても、やっていただいて大丈夫なんですが、足の高さですね。床の方に無理に下げなくても大丈夫です。やりやすいところでやってみてください。お腹を意識してするのがポイントなので、膝を伸ばすときに息を吐いていきましょう。吸いながら一度膝を横にして緩めて、吐きながらしっかり膝を伸ばしていきます。伸ばすとき足の内側を意識していきます。息を吐きながら内ももを意識して伸ばします。ラストです。はい、 OK です。ではそのまま横向きで準備していきます。腕は下に伸ばしていきます。反対の手は床に置いていきましょう。上の足を膝をゆっくりと曲げていきます。ゆっくりで大丈夫です。できるだけ膝を天井の方に向けるようにしていきましょう。うん、バッチリです。でちょっとこの軸足の足、下の足の足の向きにも注目してみてください。できれば両足とも膝のお皿を自分の耳に向かって外に向けるイメージで行っていただくと、よりお尻が綺麗な形に整います。さあ、息を吐きながら膝を曲げていきましょう。バランスもちょっと難しいと思うんですが、お腹を意識してバランスを取りながらやっていきましょう。はい、OK。では反対変えます。はい。ではゆっくり準備を整えてください。では膝をなるべく両方とも外に向けて、かかととかかとが向かい合わせになるような感じです。このまま上の足、膝を天井に向かって向くように曲げていきます。バレエのパッセという動きを元にしたエクササイズなんですが、太ももをきれいに引き締める効果や、お尻の形をきれいにする効果があります。息を吐きながら、吸いながら戻して、ご自宅でも簡単にできるエクササイズで、下半身をきれいに引き締める効果が高い動きになりますので、ぜひ男性も女性もやっていただけたらと思います。あと少しです。お腹を意識してバランス取りながらやっていきましょう。難しい方はとにかくゆっくりで大丈夫です。ラスト、はい、 OK です。では次うつ伏せでいきましょう。はい、次のストレッチはすごく気持ちいいと思いますよ。では片足膝を曲げて体の横に置いていきます。はい、じゃこの状態で、おでこの下に手を置いてキープしていきましょう。で膝を、なるべく高めにすることで、より内ももがしっかり伸びていくので、骨盤と同じ高さに膝を持ってくることを目指してやっていきましょう。はい、ではこの状態でしばらくストレッチします。さあ、そして少しだけこの膝を曲げてる方に体重をぐーっとかけるようなつもりで、内ももをしっかりと伸ばしていきます。
足はできるだけこう床から離れないように、かかとをしっかり床につけていきましょう。あと少しです。はい、 OK です。今ゆっくり足を変えてください。はい、今反対も横に伸ばして、曲げた状態で置いていきます。では深呼吸していきましょう。結構やってみるとこう左右差を感じたりもするんじゃないかなと思います。ほとんどの人が左右差があるのが普通なんですけど、かなり左右差があるという方は、やっぱり左右同じように整えていくのがいいと思います。はい、で、やりにくい方を少し時間を長めにするようにしたりして、左右行ってみてください。はい、では引き続き緩めていきます。深呼吸してリラックスしていきましょう。で、今硬くても必ず少しずつ柔らかくなっていくので心配しなくて大丈夫です。 OK です。はい、では足を伸ばした状態で準備します。次ちょっときついんですけど、私と一緒に頑張っていきましょう。はい、では、このまま足を揃えたところから、足をごめんなさい、開いていきます。で、閉じながら空中で合わせて戻します。で、余裕がある方は1個ポイントなんですが、かかととかかと、これも内側に向けてやっていきましょう。これは余裕がある方だけで大丈夫です。できな難しい方はかかとは天井の方に向いたまま足をまっすぐにして行っていきます。これでも十分ヒップアップ効果と内もも引き締める効果があります。では続けていきましょう。腰が余分な力が入らないようにリラックスすることを心がけてください。あと少し、ちょっときついですけどラスト。はい、 OK です。よく頑張りました。では、右足を曲げて足を片手持っていきましょう。お尻の方にかかとをぐーっと近づけて伸ばしていきます。気持ちいいですよね。ももの前側がしっかり伸びると思います。はい、深呼吸してしっかりストレッチしていきましょう。今日のストレッチはとにかく骨盤周りの筋肉をほぐすことを目的に作りました。で、骨盤の周りって上半身にも下半身にもつながっている大事な筋肉がとても多いので、しっかりほぐして柔らかい状態を保っておくことはとても大切です。あと少しです。はい、 OK です。足変えていきましょう。今反対も足を持ってお尻をかかとをお尻の方に近づけます。はい、ではこの状態でキープしていきましょう。じゃあ深呼吸です。あ、気持ちいいです。ここ筋肉ってやっぱり普段なかなか伸ばすことがないと思うので、こういう時にしっかりとほぐしていきましょうね。はい、骨盤の周りの筋肉が硬くなってしまうと、その特に下半身の冷えやむくみにつながったりとか、あとはこう腰痛が起きやすくなってしまうので、ぜひ毎日の習慣にして骨盤を整えることを取り入れていただけたらと思います。あと少しです。あと少し。 OK、 ではゆっくり起きてきてください。はい、次で最後です。じゃあこのまま今度は手を床についた状態で膝を少し開いていきます。はい、足首はできればこんな感じで曲げてください。さあ、そのままお尻後ろにグッと引いていくんですけど、肘できれば肘をついていきます。息を吸いながら戻したら、また吐きながらお尻後ろにグッと引いて、最後は大きく股関節骨盤の周りをほぐしていきましょう。はい、今日も最後までよく頑張ってくださいました。ありがとうございます。なかなかこう一つのストレッチをこう、10分間最後まで続けるだけでも大変だと思うので、素晴らしいと思います。
はい、とにかく楽しくやっていただけたらと思っております。あと少し。 OK です。お疲れ様です。皆さんお疲れ様でした。今回のエクササイズは股関節を整えることを目標にしたエクササイズだったんですが、股関節はダイエットのためにも健康的な体を維持するためにもとても大事な関節です。股関節が硬くなってしまうことで年齢とともに体型が崩れてしまったり太りやすくなってしまったという方をこれまでたくさん見てきたので、ぜひ私と一緒に股関節柔らかくしていきましょう。まずは2週間毎日のルーティーンにして行ってみてくださいね。私のチャンネルでは今回のように40代以降の運動が苦手な女性や体力のない女性でも楽しく続けられて、バレリーナのようなしなやかなボディラインを作ることができるエクササイズや食事方法について配信していくので、まだチャンネル登録していないよという方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。公式 LINE ではさらに詳しくバレリーナが行っている痩せ体質を作るための食事や運動方法の無料講座を期間限定で行っていますので、ぜひ概要欄からお友達追加してプレゼントを受け取ってくださいね。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。